次行きまーす。はーい、次行きまーす。髪長くない？はーい。はーい。こちらデデーン。デデーン。はい、この辺だ、この辺にしないとダメなんだ。はい。オクトは。オクトモア。スコティッシュバレー。イエー。6.1 です。ふぅまだ攻めてた頃、6年前違う、7年前ですか。7年前、7年前っていうと16年。あでは、はい、開けてみましょう。いや、お願いします。はい、任せてください。はい、ありがとうございます。いいですね。はい、この頃の筒いいですね。テカテカで。さあ、やってみましょう。ちょっとリコサネさせていただいて。おお。さあ、皆様、ご存知。かわいいね。かわいい。あんまりお金かけてない感じなんですね、ボトル。あ、だから現行のと比べてみたらいいですよ、うん、並べてね。現行のはやたら金かかってます、ボトルが。あ、俺今日現行もらってないわ、それが13。おお、飲みましょう。13.1。どうですか、今のと比べてね。これ9は張りですよ、これ。ハリか、ハリだよ、それ。あ、本当だ、ハリです。うん、あ、そうね、原稿はもうそれですね、マンバですね。そうですよね、塗装です。うん、ね、うん、よかったんすかね。どうなんでしょうね、原稿もハリか、それぐらい。どうなんでしょう、なんかね、細かくこっち原稿のやつはいろいろ書いてあるんですけど、あ、ここら辺に書いてあるのが裏に来てる。ブルクラリー蒸留所から毎年出ます、オクトモア、オクトモアというね、ちょっと攻めた、うん、ウイスキーボトルなんですけども、はい、まあ最近は攻めてねえなんつって。攻めてるつもりなんでしょうけど、攻めてねえつって。もうラフロイガーさん怒ってました。はい、怒ってました。なんなんだって。ゴリップでした。ゴリップか、打ち切れバーンってやってましたね。やってたね、うん、あーっつって、うおーって言ってましたもん、ね、言ってた、うん、すげえ行儀よく飲んでんのに。バカ野郎言ってましたね。誰も上げてね。この2000、あ、じゃなくて、6.1、うん、に関してはまだ攻めてた頃ね。そうですね、はい、ものでございます。攻めの奥とも、はい、英酒は5年、はい、はい、PPM は167、はい、書いております。うん、はい、あ、これ口開きなんですね。うん、サラですわ。あら、いきましょうか。えい、度数言ったっけ。度数は57度でございます。いや、はい、みんなで感想言い合いましょう。あそこに混ざるのはちょっと素直に。でもなんなら僕の声より綺麗に拾ってますから。よいしょ。いける。おー、いいね。いけます。ユヒロさんが、うん、6.1 のキャラ分析って言ってるから。あアッキーにもあげていいですか。あ、どうぞどうぞ。アッキー、はい、ありがとうございます。早いな。アッキー、じゃあリワちゃんの隣に来いで。免疫あるんですか、アッキーは。まあ、免疫、そいつらの免疫はあるんですか。ない。あ、ない。ない。一番気になるリアクションが。そうそうそう。
一番気になるリアクションをアッキーからいただけますか。いやでも バカ舌なんでちょっとアッキーはいろいろ童貞だ。あ、そうです。あ、卒業した。はい。あ、まあコンドームもいただきましたし。うっす、だっす、ありがとうございます。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 では、香りからいきましょう。おぉ、コーヒーみたい。あ、これ、これや。これ炊いてる？うん、炊いてる。炊いて、炊いて、炊いてタルト絡んで、うん、焦げた感じのコーヒー豆みたいなニュアンスになってるでしょ。そういうことか。これよ、うまい。どうですか、アキ。いや、なんですかね、形容できないんですけど、まあ、とてもいい香りだと思います。この香り好きですね。おー、奥友は童貞だから。はい、ちょっと、はい、雑なコメントですいません。あ、そうね、花咲いてくると思う。そばつゆみたいな。うんうんうん。かつおだしなんじゃない？そう、だしっぽいんですよ。あ、そうっすよね。だしにしか感じられなくなってきた。だから本当に初めて嗅いだ時は、え？うーん、え？ってなって、うん、そもそもあのこれが何者か知らないで最初飲んだんで。うーん、あー、なるほどですね。だしだ。だしだよね。だしの中に甘み。甘み。混在する感じですが、その甘みもね、なんか慣れてきちゃうんですよね、うん、そのだしというのかな、海藻というか、海の感じですよね、が強くどん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 感じられるようになってくる。いや、思ってどうなんですか、ね、何グズグズやってんすか。どうなんですか、奥様どうなんですか、どうですか。だしはおらん。だしはおらん。だしはおらんですか。どう感じるんですか。アルコールって感じ。え、でも甘いです。甘い。あの今のやつに比べると臭くない。樽、うん、ですよね。樽、ね、うん、そうね、樽。だし感はね、多分樽の木の感じですよね、うん、香り。おいしそうな匂い。ゼロ、うん、どうでしょう、アッキーさんどうですか。だしの感じあります。ちょっとまだ出汁を感じ取れないですね。仲間がいた。でも甘い香りって言われるとあーって分かりますよね。あ、やっぱ甘い方にじゃあフォーカスするんですね、はい、飲み慣れてないというかね。そうですね、だん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 温めたりしてくると、うん、そう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 、うん、樽だよね。樽です、樽です。若い木の、そう、木がね、木の感じがどん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 出てきて、そうそう、木の感じがうまく、うん、しょっぱさと相まってだしっぽくなる感じなんですけど、木ですよね。そうですね、うん、では皆さん味をいただきます。いってみましょう。まあ、あ、うま、これだね。うま、これだよ、うん、これあ、くっさい。ちゃんとちゃんとね、ね、うん、どうですか、アッキーさん。なんか、そうですね、なんか後味のアルコール感が強い。辛みって、ね、やばいな。何にも感じないもん、アルコール感とか。あ、そうだね、感じないですね。甘い感じが、結構厚めの甘さがとろんとして残って、最後ふわっとその出汁っぽさみたいな。あ、そのふわっていうのから多分アルコール感感じてるんでしょうね。ジワーって感じですね。ビリビリビリみたいな、熱くなる感じ。あ、そうですね。最初ツルッとくるんですけど、もうすぐ優しいですね。そうそうそう。でもその塩というか海っぽさですよね。と出汁の感じがふわっとこう抜けてって、最後の抜け感が木たるのような、うん、はい、ニュアンスが優しく抜けてく。うん、そんな長くはないですね。でもずっといるんですけど長くはない。美味しい。これうまいね。うまいね。これうまい。いくらでも飲めるよ。これ美味しいわ。この頃が良かったっすね。そうっすね。はい。すごい。秋は飲んじゃってる。秋飲んじゃってる。秋早っ。
カスイしまーす。カスイしまーす。あーカスイお願いします。なんか弱い感じします。こっちの方が超アイスしたいとかありますか。そうですね。あ、じゃあ、あの、やります。超アイドります。超アイドります。あ、でもちょっと待ってください。これちょっとあの飲み比べだけ。あ、そうですね。じゃあ我々やっときますわ。我々だけ、我々だけ超アイス、はい、あなたの超アイス。バッチバチに枯れてる鰹節で作ったんじゃねえかみたいな木だよね。そうですね。うん、若っ、こう、なんですか、加水したらもう若くないよね、木はね。うんうん、もうなんか湿ってる木。そうそうそう。そんな古い樽だよ。そうですよね。あ、すごい。目痛いよ。あ、目痛いのはお酒のせいじゃないよ。普通に目痛い。重たいですね、これ。重たい、すごい、うん、お菓子、ほんとお菓子みたいになってきたい、甘さのニュアンスが。甘さがね、うん。加水丸いただいてみましょう。いただきます。おぉ、うまい。うわぁ、え、加水されたらこれうまいな。マジかい。飲んでごらん、あなた。水がちょっと入っただけ。それ、あ、いいですよ、あの、アッキーに足してもらって。うんうん、もう、どんどんやってもらっていいですか。どんどんやってもらって。あー、でも飲みやすいですね、加水した方が。それはまあ、そうだけど、はい、うん、あんた、全部行く癖があるよね。全部行く。足してもらっていいですか。いや、足りない。悪い癖。いいよ。全部行く癖が。あの、はい、自衛隊とかで仕込まれたのかな。ちょっと一気飲みの風潮が。NG ワードだ、一気飲み。ちょっと今の時代ダメですよね。渡されたグラスは一気に開けろっていうあれが、ね、教えがあるからね。教えがある。そうですね。なんかなんならみんな自主的にやってますけど。あのね、注ぐ時も若干こうタルンとしてるんですね、うん、液体がすごく細く出せるんですけど、それだけなんか若干粘っこいというか、そういうね、口か、口ですかね。そうです、うまい。これ加水ダメっていう割にはなかなかですね、黒糖もあの中では。すごくいいですね。お味噌多めでいいね、うん、海藻感、塩っぽさを包み込むような甘みなんですよ、うん、それがいいじゃん、こう一つにまとまってくるって感じです、味わいですからね、すごく美味しいです、うん、びっくりしました。はい、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またさよなら。Ha ha 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 ha!